はい、シーナリーダイブフィルムズの西山です。今日はですね、このレンズ、今日シグマ FPL につけているこのレンズですね、シグマの 28-70 の 2.8 の透視のズームレンズですね、これを紹介したいと思っています。で、最近ちょっとね、やってみようと思って始めた1分間でレンズをレビューするっていうので、1分間で喋ろうと思ったんですが、全然1分足りなくてですね、諦めて、ちゃんと紹介することにしました。ということで、このレンズね、まあ、買ってだいたい1年ぐらい使ったかなという感じなんですけど、1年間使った中で、気に入った点というかね、まあ、思った点を紹介していきたいと思っています。はい。で、今日はちょっとね、レンズ、撮影のカメラがね、今日珍しくオリンパスのペン風ということで、画質がね、ちょっとね、ふわっとしてると思います。これですね、オリンパスのペン F に見えるかな？スイターですね。スイターの 1.5、F1.5 の 25mm なんで換算 50mm ですね。これをつけてますよーという感じですね。はい。で、レンズもね、ふわっとしてるし、この辺ね、蹴られている、ちょっと黒い感じ。この、四隅がね、暗くなってる感じになってるんですけど、ちょっとね、今日はこういう感じでお送りしたいと思います。はい。で、このレンズ、シグマのこのレンズですね。これめちゃくちゃ良くってですね、ずっと使ってます。本当に、ずっと使ってる。本当にいい点があって、映像の場でめちゃくちゃ活躍してくれてます。で、まあ、2870っていうね、本当第三元レンズは、2470の F2.8 っていうレンズが、主流なんですけど、これは2870ですね。広角側を 4mm、削ったことによって軽くコンパクトになりましたよっていうレンズです。で、まあ、映像で、僕の場合はですね、ライブの配信のカメラもすることも多いので、手持ちでこうずっと撮るわけなんですよね。そうなった時に、このサイズめちゃくちゃいい。ですね、サイズ重量感あんまり重くなくてすごい扱いやすいっていう感じです。で、まあ、それが多分一番の売りなんですけど、でも画質も十分綺麗、結構ね開放で、撮りっぱなしたりはするんですけど、開放でもね全然違和感のないめちゃくちゃ綺麗な、描写をしてくれているので、そこも大満足という感じですね。で、写りも本当に普通に綺麗、現代のレンズという感じ、しかもシグマなんで、まあ、甘さはないですねという感じで写ってくれます。で、本当に一番いい点っていうのがですね、映像で撮ってるときに、まあ、こう、ズームをね、こう変えるんですけど、このズームの伸び、なんていうんですか、ズームでやってるときに、ちょっとこう、一回実演しますけど、はい、このメトロノームさんにですね、ミントを合わせますよと。で、今、射程距離70ですね、70ミリで撮ってます。で、ここにピントを合わせたまま、ゆっくりこう引いていくっていうことをやったときにですね、結構スムーズにこう縮められるというところ、ガタつかないがまず一つと、よく見てください。このピント面がね変わってないんですよね。今ヤマハのねメトロノームにピントが合ってますよね。で、フォーカスリング触らずにズームリングだけぐーっとズームしていってます。ズームしていってもピント面そのままという感じ。はい、こんな感じ。はい、そう、これがねめちゃくちゃいいところです。はい、まあね、シネレンズとかだと、本当にこういうちゃんとした機能というか設計された上でこうなっていて、これもまあそういうレンズとして設計されたわけではないんですけど、シネレンズを作っているシグマが、やっぱ作っているので、こういうところはねちゃんと、受け継がれているんだなと思います。で、まあ、ただこれは何ですか、どの距離でも、絶対ピント変わんないよということは、明言されてないし、実際多少変わります。多少変わるんですけど、今みたいな一定の距離、特定の距離だと影響がないということがあったりとか、こう完全にこう伸ばしきる、こんな全部一気にズームをするってことはあんまないと思うんですけど、まあ、多少ね、こう変えるぐらいだったら全然ピント面変わんないですよぐらいの感じなので、めちゃくちゃね、撮影においては使いやすいなと思って使ってます。これがまあ、一気にちょっと二つ言っちゃいましたけど、このズームがこう滑らかに動いてくれるっていうのが一つと、ズームをしてもピント面が変わらない、変わりにくいという感じなのが、めちゃくちゃね、使いやすいというところと、もう一つあって、最近のね、レンズのアップデートがあったんですけど、レンズのファームウェアのアップデートがあったんですけど、この
フォーカスのリングを回した時の焦点距離の移動量が、リニアとノンリニアを選べるようになったんですよね。でしかもある程度こう回転量、そのどれぐらい回したらどれぐらい動くっていうのも設定できるようになったんですよね。この FPL 本体も、ファームウェアバージョンを 2.00 にアップデートすると、こっち本体からリニアノンリニアを選べるし、焦点距離の移動量、この回転角での移動量を変えることができるという機能もついたんですよね。これ、まあめちゃくちゃいいなと思ってます。まあもともとね、そんなこのレンズのここなんていうんですか、フォーカスリングは、回しやすいなと思ってたんですよね。もともとそんなゆっくり回してもしっかり動いてくれるタイプのレンズだったんですけど、これが本当に、リニアにちゃんと対応したということで、めちゃくちゃ使いやすいレンズになってます。はい、という感じですね。ね、このレンズ、その、まあ、レンズってね、今、まあ、現代のレンズなんで、まあ、大体どのレンズもね、写りそんなに大きく変わらないと思うんですよ。っていう時に、その、まあ、携帯性持ちやすさとか、その機能面ですね、まあ、ズームをした時の質感だったり、重さだったりとか、本当にレンズ共闘の質感だとか、まあ、いろんなところでね、比べると思うんですけど、このレンズに関しては、まあ、プラスチックではできているっていうところもあって、質感は別にね、金属のレンズほど良くはないんですけど、その分軽い。で、コンパクト小さい。で、しかもズームはものすごいスムーズにできるし、まあ、ピント面の移動が少ないとか、ね、このフォーカスのリングが回しやすいし、まあ、これもこれでぬるっと動いてくるんで、本当にね、操作、扱いやすい、操縦しやすいっていう風なレンズになっていると思います。サイズ感もまあそうですよね。操縦しやすい感じ。この片手でグリッと切る感じ。あと、もうね、最近ずっと MF に切り替えっぱなしなんですけど、ここに AF の MF の切り替えのスイッチがあるとか、そういったところですかね。で、ものすごく扱いやすい、手に馴染みやすく操作がしやすい、魚しやすいというか、そういうレンズになっていると思ってます。はい。という感じですね。本当に映像を撮る方はね、このレンズおすすめだし、でこれって、シグマのフィルマウント、まあ、シグマ、ルミックスの S と、ライカで共通のフィルマウントと、ソニーの E マウントがあるんですよね。で、まあ、シグマのね、FP とか FPL を使ってる方はもちろん結構ね、動画を撮る方も多いと思いますし、ルミックスもね、結構ね、動画ユーザー多いと思います。で、ソニーの E マウントなんかもね、ソニーも、やっぱり、スティールも、ムービーも、両方使うよっていう人多いと思う。ですけども、そういう人にね、映像を撮るよっていう人にはめちゃくちゃいいレンズだと思います。はい、本当にこれめっちゃ使ってますっていうか、もうほとんど現代のレンズはこれしか使わないっていう感じですね。あとはもうマニュアルの、フォーカスのレンズを使うか、もう本当にこれかという感じで最近ねずっとやってますので、本当におすすめをしたいと思っています。はい、という感じですね。はい、こういう感じでですね、このチャンネルは、まあ、こういったね、カメラ機材の話をしていますので、ぜひ気になった方は、引き続きよろしくお願いします。はい、ではまたお会いしましょう。それでは。